ましょう。なっちゃんです。ここ最近ね、ネットの中でいろいろ問題があって、フワちゃんの問題もちょっと古いけども、フワちゃんの問題とかね、で他にもいろんなことがあってね、炎上騒ぎっていうのは未だにこれって、ネットやっとる限りなくならへんとは思うんやけど、あるんやけどね、あっちゃんも結構アンチがめちゃくちゃついてるんでね。でこれって、いろいろ考えとってんけどもね、なんていうのかな、あっちゃん自体人を傷つけることはしたことないよね。でもひどいアンチコメント、例えばね、もう見た目のキモいとか、喋るなとか、出るな、もう配信やめろとかって、すごい暴言を吐かれた。でやっぱり降りかかる火の粉っていうのは人間払うもんやんか。だからふざけんなこらってなるやんね。でふざけんなこらって言ったら怖かった、怒られた。でその人は何を言うのかっていうと、アドバイスしてやった、アドバイスのつもりで言ったんかなけど、言葉遣いがいろいろあってね。でこっち側にしてみたら、余計なことやからふざけるなよって言うやん。そしたら、私はこんなこと言うと怒られた、だから粘着してアンチして潰れるまで潰したんねんってやられて、未だに何年ってやってくる。でもちろんね、その頃から言うと、もう6年7年前からの話やねんけど、その頃から通報されたりとか、いろんなひどいこと、嫌がらせされたりとかあったんやけど、その頃からしてる人が未だにおるらしいのよ。ちょっとやっぱり掲示板っていうのも、もう6年7年前にできててね、でその初期から掲示板にいてる人が未だにおるらしい。でそれをちょっとこの前から教えてもらってね。でそれだけ粘着されるっていうのもね、元はといえば、あっちゃん何か悪いことしたんかって、してないはずなのよ。いや結局アンチっていうのものは、ネットをしとったらつきものって言われたそんなもんやね。アンチがおらへん配信者ってまだまだね、知名度がない。知名度が出てきたら誰にだってアンチがつく。これは日本でアンチのつかない人はいてない。例えばね、北川景子であったり、浜辺美波であったり、ね、有村架純であったりね、そんな人にだってアンチはいてんねんね。で、世の中で神様のような人、お釈迦様にだってアンチがいてる。なんでかって言ったら、お釈迦様はひどいこと言うてくるやつの意見なんて聞く必要ないんだよって、私のことをひどいこと言ってきても受け取らなければにも贈り物は受け取らんかったら買えるでしょって、その人に言って、だから返さん、そうやって受け取らなければいいんだよって、お釈迦様ですらそれを言うってことは、お釈迦様にだってアンチがいたっていうことやね。でもやっぱりね、降りかかる火の粉は払おうとする、ね、持ち前の侍魂でね、もう叩き切ってくるやつに関しては迎え撃ってやろうっていう魂があっちゃんにはあるからね、ついやってしまうんやけども、そうなると、昔はね、正当防衛っていう言葉もあったけど、今はね、被害者でありながら言葉の使い方で加害者になってしまう時代やね。これ怖いなと思って、まあ加害者とは言わへんけど、ある意味私たちが被害者です、自分から引っ掛けてきといて、私たち被害者なんですよって言って、被害者が同士が集まって、被害者じゃないよ、被害者ずらしたやつらが集まってこっちを攻撃してくるんよね。これ日本の法律に照らし合わすとね、いろんな法律ってあるよね。言うと絶対笑いよるけども、名誉毀損であったり、侮辱罪であったり、信用損壊、信用毀損であったり、偽計業務妨害、威力業務妨害、いろんなことをして人を攻撃してくるけども、全部それ法律違反なのよ。じゃあ日本の国ってその法律でどこまで裁けんのかって言ったらね、裁けんのよ実際。でもお金がかかる、弁護士よりお金がかかる、警察は警察で動かない、警察動かすためにはきっちりとこっちから書面を持っていって動かさなあかんってことは、弁護士連絡あかんってことはお金がかかる。じゃあ刑事でやったら何がメリットあんねって言ったら、逮捕されるよねそいつ。確実ひどいこと言った人逮捕されます、全員。でもなんでされへんのかって言ったら、そこまで段取り踏んで警察が動けるようになった、お出ん立てをこっちがしゃなあかんのよ。だから泣き寝入りみたいになって、だから泣き寝入りになるから、こっちかまあふざけんなよって、やっぱり降りかかる火の粉を払おうとする、その言葉でやられる。なっちゃんこうやって何年もやってきて、こうやってね、ちょっとまあ勉強したんや、勉強というか学習したんやけど、やっぱりね、言葉って大事やなって。
人に伝えることってすごい考えていかなあかんなって。やっぱりもうね、何年も何年も粘着してきて、未だに何年も前の話で人を叩いていくってことは、今のあっちゃんを叩くことってないんよね。叩くネタがないんよね。なんでかって言ったら、あっちゃんある程度丸くなったり、もうあんまりひどいことをする人にもあんまりやらんようにしてんのよ最近。でそうなってきたら、こっちからを叩くことがないから、過去のことでしか叩きてんのね。いつまで過去の話をしてるのって話やね。何々を風化したらあかんとか言うとるけどもね、はっきり言うけど、もうね、たったの80年前、79年前のあの戦争さえ風化されている時代にね、戦争のことすら知らずに戦争を始めようってする人間がいっぱいおって、でやっぱりいろんなね、国とかいろんなことのひどいことには巻かれてるくせに、自分が叩ける弱い者いじめしてるだけやとしかあっちゃんうまいね。あっちゃんだけじゃなくね。でどういうかやったら、ネットして目立ったらそれは叩かれるわなっていうねんね。これってね、なんで人間出る杭は打たれるってよく言葉あるけど、これ調べてたらね、なんでこんな言葉ができたんかって言ったらね、出る杭は打たれる、これなんで日本人がそんな出る杭を打つ人間になったのかって言ったら、戦後やね。戦争してて、戦争して戦後復興でアメリカは日本を叩いたわけ、日本に勝ったわけ、小戦国になったわけ。でも敗戦国の人間っていうのは侍魂を持ってて怖かった、神風特攻してきて自分の命も顧みず艦隊を潰しに来るやつがおった、すごい怖い国の人間やから、この人間は絶対に歯向かわんようにしなあかんと思うから、日本人同士戦わすようにしたんよね。でそこで出る杭を叩く、叩いたら、なんで出る杭を叩くかって言ったら、出る杭っていうのは日本から一本出てるから、その力で外国叩いてくる、アメリカ叩いてたら怖いから叩くの、アメリカ人がやったらあかんから、日本人同士で叩くように教育で持っていった、だからそれが洗脳教育って言われてるんだけど、その結果やっぱり日本人は日本人同士を叩き合いするようになってきた。その中で日本人だけじゃなく、日本に入ってきたいろんな外国人、その外国人の2世3世とかもいてるから、そんな人たちもみんな洗脳されてきてるわけ。あなたたちはの洗脳はこんなことされてきたよ、まあ、もちろん江戸時代の士農工商もそうやねんけども、そういう、身分差別とかも教育で教え込む、そんなもん戦前なかったらしいね。戦後になってからできたらしいんだよね。そうやって戦後になって差別教育をしてくることによって、人を叩き合いするような社会に持っていった。それにハマって人を叩くようになってんだけど、もともと善悪二元論なんて日本にはなかったのよ。でも善悪二元論にしたのも第二次世界大戦の後やねんね。で、江戸時代の後、明治維新で勝てば官軍っていう言葉を会津が残したっていうと、あれも嘘らしいね。勝てば官軍っていう言葉で、勝ったもんにはまかれろっていう洗脳教育の一環やったらしいんだけど、もともと会津の人間っていうのはすごい忠誠心が強くて日本を守ってくる。で会津を叩いた新政府軍っていうのは、第二次世界大戦以前、要は日本が洗脳始まったのは明治維新からやってんけども、その辺りからの洗脳教育やね。それにハマった人たちがいろいろやってきてる。でもこの世の中はそんな人ばっかりなんよね。だからあっちゃんも言葉をちょっと考えていかなあかん。言葉一つで敵を作る作らへんってあんねんなって。あっちゃんはやっぱり自分の考え方、自分のやり方、自分で全部やってきたわけ。YouTube 以前からね。で YouTube をやってきて、それまではそれで通用しとってんけども、ある意味侍でやってきてたわけやねんけども、それが通用せんくなったんが YouTube やね。 Facebook でやった頃までは結構あっちゃんがやってたこと応援してくれてて、アンチなんてゼロやったん、はっきり言って。それが YouTube を始め出してから一気にアンチが増えた。で YouTube ってやっぱそのあたりわけわからん人が多い。今世の中いっぱい人がおる中で、まあ Facebook なんて実名制やしね、ある意味ニッチやし、あの頃はまだネット自体がそんなに普及してなかった。今はもうね、スマホの普及とともにね、 YouTube 視聴者なんてね、ほとんどもう日本人のほとんどが YouTube 見ててコメントしてるんちゃうかなっていうぐらいになってきた。そうなってきた、洗脳された人が多いよ。こんな人たちが人を叩く。もちろん日本人っていうのは人を叩いたり陰口言うたりアンチしたりなんてするね、卑怯な卑劣な人間じゃなかったはずやね。それが洗脳されてきて、そんなやつが増えてきてね、今や1億総クレーマー時代って言われてるけど、本当に日本人がダメになった。でその中でそんな人たちがガタ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 騒いで、やったらどうしたらいいのか。配信者は忖度しないとあかん、やっぱり言うこと気付けなあかん。だから大手配信者さんってもうビビってるのかのように吠えへんでしょ。
まあ、事務所がやってんねん、いろいろやってんねんけども、でもそうやってる人たちっていうのは伸びてる。伸びてない人は何か好き勝手やってるからやと思う。だからやねんけど、本当に今日の味方は明日の敵、今日の仲間は明日の敵っていう時代で、今まで応援してくれとった人がコロッと手のひら返して叩き出す。それがまたコロッと手のひら返す人がまた返すんかじゃないねん。延々に粘着しようねんねん。この粘着質が半端ないぐらいやばいのよ。だからそんなんされやんためにもね、これから YouTube 始めていくやったら、もうあっちゃんは今までのあっちゃんねるみたいなことはしないね。もう本当に勉強になったなって、人間絡みってすごい怖いな、めんどくさいなっていうのがあってね、ほんまにね、叩かれたら叩かれただけ、叩かれて泣いてたら手を差し伸べてくれる。でもそれでも自分が叩かれたらいいやから 見て見ぬふりする、これいじめの構図やねんけど、する人もいっぱいいてる。だったら誰が誰を守るの、自分を守るのは自分しかないやんってなって、自分だけじゃない、あっちゃんは自分だけじゃなく家族まで叩かれた、ね、亡くなったみきちゃんまで叩かれた、そして亡くなったみきちゃんまで利用された。そんなことされてる中で、あっちゃんが叩かへんかった、誰も守ってくれへんかった、で、あっちゃんが立ち上がった。だから強いものは叩かれんのよ。だからあっちゃんはとことん叩かれた。本当は強くなんかなんでもない。でも強がらんかったら生きていかれへん世界で、一生懸命家族守るために超えてきたら逆効果で叩かれだした。だからこれが、泣いてたら守ってくれたはずやのに、でも泣いてたらとことんやってくる世界なんよ。弱いやつは潰されんのよ。だからどうやったらいいのかわからへんけど、今あっちゃんが学んだことは、まず言葉を選ばないといけないで、いろいろと考えていかないといけない。もう手遅れやね、はっきり言って。もうあーちゃんのことをそう思って叩いてる人にごめんなさいって、もうしないでくださいって言ってやめるやつらじゃないからね。だからこの後あーちゃんはいつか必ず終わらせようとして思ってんね。で、絶対にそんな奴らを野放しにはしたくないね。でも、わー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 吠えとったところで敵作る。だからあっちゃんよく言われた。あっちゃんのことすごい叩く奴がおったんよ。ものすごい人叩いて、嫌がらせして、あっちゃんのからいろんなものを奪った奴がおってんけど、そいつからあっちゃんに言った言葉が、敵作りすぎやって言われた。敵作らしたの誰やって言うわけだけどね。あっちゃんが敵を、確かに敵作ったかもわからへん。でもその敵は何かって言ったら、あっちゃんのことを叩いてくるやつをあっちゃんは防衛しただけ、自分を守って家族を守っただけで、家族だけじゃなく、あっちゃんの視聴者さんとか大切なファンとか一緒にやってくれとった人を守った。でも一緒に守ってたはずやのに、あっちゃんが叩かれた。ただ守っただけやで。まあそれがこの世の中や。だから弱いものは淘汰されていく、強いものは叩かれる、とことん強いものには巻かれる。だからとことん強くなったらいいのか、もっと強いやつがおんねん、この世の中には。その世の中には一番強いやつらがこの世の中を動かしてんねん。だからなびかなしゃないのかもわからへんけどね。でもまあちゃんも言いたいこと言えずに、 YouTuber っていうのはカメラが、そして声が、自分が武器のはずやのに、この武器を行使せずに、ある程度長いものに巻かれながら、忖度しゃなあかんのかもわからん。出ないと生き残っていけんのかもわからん。でも言いたいことは言っていきたい。難しい選択やね。今そこに立たされてんのよ。だからあっちゃんは今何をしてもいいの、何をしたらいいのかもわからへんけども、まあ、もうちょっとでも敵を作らないように考えて、ね、やっていかなあかんのかな。だから言葉ってほんと怖いなって思う。あっちゃんが発した言葉に尾ひれ歯ひれがつくねん。尾ひれはわかるけど歯ひれってなんやねんっちゅう話やねんけども、そんな話で言うてないことまで言ったってなって叩かれていく。そしたらそいつらは勝手な想像、勝手な妄想で、叩くためにはいろんなもんくっつけていくねん。で、今回でもそうやねん。ちょっと昨日ちょっと動画の編集ミスしたんやけども、あの中であっちゃんチラッと話
してね、ほんまカットしなあかんとこカットせへんかって、はま寿司を一人一皿食べる、これ実際一人一皿食べててんけども、ね、4貫しか買ってない、4皿しか買ってない、だったらレシート見せてもいいよ、4皿しか買ってないレシートあんのよ、それを買ってきて、でその時にもう一個パンを取って2本取りする予定でパンを取ってんけども、それを1本取りでしてしまったら1本にしかならんから2本にするために揚げパンは別で取るやつを、これは悲壮感を出した動画やからお寿司しか食べたらあかんねんって、でパンは別で取んねんっていう話をしたとこカットし忘れたね。それだけで嘘つき、寿司いっぱい買うてってたらふく食べてるとかね、いろいろ書かれてたらしいよ、教えてもらってんけどね、まあそんなことも書かれてた。だから結局嘘でも何でもいい。で、結局これは何かって言ったらファンを減らす作戦なんよね。あっちゃんはファンを騙してる、ファンを騙して、スパチャとかさしてるとか、で貧乏なふりしてスパチャさしてる、いやお金も取ったらスパチャどころかこっちからみんなに振る舞うよ、あっちゃんそういう人やからね。だから10万人登録になって毎月100万以上稼げるようになったら、みんなにマグロを1本買って60キロのマグロをあっちゃんがさばいてみんなに振る舞うよって、お刺身振る舞うよって、食べきれへんかったら持って帰ってねっていうオフ会したいねっていう話だけど、これ実際したいのよ。それぐらいあっちゃんと違ったらみんなにこう振る舞いたいタイプな、振る舞ってみんなと楽しみたいタイプだね。でもなんで今スパチャしてって本当に苦しいのよ。だから情けない話ね。いやそんな感じでスパチャしてねとかって言ってるけど、それを減らそうとする作戦、そしてあっちゃんに騙されたっつってファンをアンチ化させる作戦やとあっちゃんは思ってんねんけどもね、こうやって嘘を平気で書く、であっちゃんが見てるであろう、ファンが見てるであろうと思って掲示板に書いてるやつがおんねん。だからあっちゃんに、教えてくれるのもありがたいんだけども、いらないです。であんな掲示板見に行かなくて結構です。本当にファンなら見なくていいです。監視なんていらないです。まあね、そうやってまあ結構ね、あの掲示板行ったやつでファンになって、あっちゃんがこうやって動画で言うことによって、あそれやったらどんなんかなって見に行って、見に行ったら言うてることが正しかって、あっちゃんにアンチしたってやつは何人も思う。頭おかしい、弱いよね。あ、まあ、こんなこと言うたらまたね、あっちゃんもまたひどいこと言うたね、ごめんね、情緒不安定だよね。あっちゃんのことを本当に信頼してないから、嘘を書いてる掲示板行ってもそんなことで信じんねん。これ人間そうやねん。本当に愛し合ってためちゃくちゃええ夫婦でも、あなたの旦那不倫してるわよって隣の人に、私と不倫してるのよって言われたら疑心暗鬼になってしまうやん。それと一緒やねん。掲示板とかで嘘書かれとっても、あっちゃんそんな人なんやって、なんで疑心暗鬼になるのかやったら 100% 嘘じゃないねん。あっちゃんっていう存在がいてんねん。だからそれに対してあっちゃんが例えばまあね、悲壮感出すためにお寿司買ってきてんって言った動画でね、ほんなら向こう行った時に陰でこんなん買うてったんや、あんなんしたんや、こんなことしてんねんでって言ったら、あ実際買うてって悲壮感出さなあかんっていう事実があるから、それに対しての嘘っていうのは信じてまうのよね。全くの嘘、例えば木のうちの裏にゴジラ出て、ゴジラに踏まれてん、うちの裏の家の人って言われたら誰も信じひんでしょ。ゴジラなんかありえん。でも、今ね、外国から入ってきたすっごい強い蚊がおって、人刺して人間死ぬねん、蚊に刺されたら死ぬでって言ったらパニックになるの日本に。なんでかって言ったら蚊はおる、蚊に刺されることによって亡くなる人もおんねん。外国では、外国ではほんま人刺して殺す蚊がおんねんね。セアカゴケグモが日本に入った時みんながあれだけ怖かったけど、もっとセアカゴケグモってあっちゃんね、なんていうの、岩亀ぐらいでっかい、こんな赤いクモかな思ったら、こんなね耳くそより小さいか、クマやね。で刺されたらどんだけ怖いんかったら赤くぶっくり膨らむだけやねんね。そんなにこう人を殺すことないのよ。でもセアカゴケグマ怖いっていうだけでそれだけみんながビビったりね。それと一緒で、実際何かある真実が一つでも含まれとったら信じてしまうんよね。だからそうやって掲示板を信じてアンチになった人もで、何年か掲示板におってんけども、間違えてたと思って戻ってきてくれましたもん。だからね、あっちゃんは、これからね、そうやって敵を作らないことが大事なんかなと思って。だからね、まあたまにはね、こんな感じで話もするけどね、まあ赤サムネもね、たまには出さなあかん。けども、
言葉遣い気をつけてこれからもやっていきますってことで、まあ、アンチの人に改心してくれとか、応援してくれたらもう言わんけども、まあ、ファンのみんなはあんなくだらないところは見に行かないようにで、ね、本当にね信じるところを間違えると真実は見えてこないってこれあっちも昔からもう YouTube やる前からみんなに言ってんねんけども信じるものを間違えたら見えるものも見えてこない真実は見えてくれへんねんだからあっちゃんの言う言葉はあっちゃんしかほんま知らんのにあっちゃん以外の人間がいた例えばあっちゃんがと身近な人が言った言葉をみんな知らん例えばあっちゃんと今アコが一緒に住んでる、あっちゃんと子供が一緒に住んでるじゃあアコとか子供が嘘をつきましたねみんな信じるでしょ一緒に住んどってんからほんまやんって信じるでしょいや嘘かもわからんねんでだって真実はあっちゃんしか知らないからそうやってあっちゃんに近しいからって信じる人もいてる、まあ、そういうのが結構今多いんじゃないのかなって思うのよだからね、もともとあっちゃんのファンやってんっていう人が掲示板で書いたら信じてしまうのね、初期メンバーあっちゃんの初期メンバーの中にもアンチがいてんねんあっちゃん初期から応援してんねんって初期のメンバーやねんって初期メンバーでグルちゃんに入っとってんでもあっちゃんこんなこと言うとってんでって信じるでしょ嘘でもそれが怖いところねだからねまああのあっちゃんを信じてくれとも言わへんしあっちゃん応援してくれとまで言わへんけどもあっちゃんのことが嫌いになったら離れてください粘着しないでください本当に困ったちゃんですいつかはちゃんとこれは終わらしたいなとは思ってんねんけどねね、まあこういういじめとかネットのあれってのは終わることはないかからんけどきっちりどっかであっちゃんを片付けたいと思ってるでもあっちゃんは生涯 YouTuber として頑張っていきたいんで邪魔しないでくださいよろしくそして応援してくれる人は全力で応援してくださいよろしくあっちゃんはもうお釈迦様の言う通り人を傷つけたり人の足を引っ張る人間なんてどうでもいい応援してくれてる人を大切にするこれからはそういう生き方をやっていや今までからやってるつもりやねんけどもっともっと応援してくれる人を大切にして応援してくれる人と楽しくやっていきたいと思うあっちゃんでしたということで今日はこの辺で終わりにしたいと思いますまたねバイバイ今日のあっちゃんのこの話良かったよと思ってくれたら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくねではまたねバイバイ。